ジャラジャラや。耳元もジャラジャラ。すごい。可愛い。です。です。ありがとうございます。なんか一回さっきから黄色飛んでる。めっちゃ飛んでるよ。あります？あ、キャッチ。うちには映ってません。頑張れ。バイバイ。動いてピースダメージとハッピー感。どんどん動いていこう。どんどん動いていこう。一枚ずつ可愛い。そうだね。そう、全然動いていこう。楽しんでいこう。よ。まずね、結構いいって。やった、やった。可愛い。やった。ヒルトだから安心感あります。安心感。安心感。すごい安心感。楽しいね。楽しいね。いいよね。なんかドキドキしてたんですけど。疲れてない？朝からなんか全然ボキボキ。全然聞けます。嬉しいね。年末の書店にこれが並ぶんだって。嬉しすぎる。そうだよ。パパパパパって並ぶよ。そうだよ。大丈夫ですか？二人の顔がボンボン。やったー。嬉しい。楽しみにして。楽しみにして。全部漏れてるので。そうですよ。今日漏れてるから。本当に。2月号の表紙の撮影をしています。やったー、やったー、やばいよね。初年始させていただいています。おめでとうございます。ひよりさんは2号連続でありがとうございます。ありがとうございます。今回は新年号なのでね、ハッピーにキラキラってそうですね、はい、ポイントはあのイヤリングになって、あとね、手も指輪なんかつけちゃったりつけちゃったりなんかじゃらあ、はい、2023年はまあ、エンジン全開、アクセル全開、突っ走っていきます。2023年は倍応援してくれてるみんなに恩返しもしたいし、笑顔で過ごせる1年になるように頑張ります。はい、みんなも2023年になりますね、もう。はい、もう2023年だよ。今回は、あ、私がギャルっぽみたいな。私はガーリーです。やったねー。やったね。テイストはね、違うよね、いつも。いつも逆ですね。逆です。可愛いですよ、こちらのね、イヤリング。私はリボンが、このリボン可愛いの、キラキラしてるから。2人とも髪型はアップです。同期です。そう、同期なんだよね。そうなんです。そう、同期の唯一の同い年の日和と八王子ができて、私は本当に嬉しいです。私も本当にね、頑張ります。綺麗になりたい。来た来た、カンナムオニー。来た来た、カンナムオニー。韓国ナンバーワン。リオ、リオなんて言葉わかんないけど、あ、お得に綺麗。お正月でに好きな食べ物は、え、一斉のでいいよ。ちょっと待って、あ、オッケーオッケーオッケー。一斉のでお鍋。何、手巻き寿司をするんですよ、結構。お、正月をすることが多いので手巻き寿司が楽しみですね、はい、私は鍋です。お鍋です。お鍋します。きのこ好きだもんね。きのこ大好きなんですよ、私。きのこが大好きで、そうだからいつもお鍋にたくさんのきのこ、いろんな種類のきのこ入れてもらって食べてます。一番好きなのはきのこで、えのきが大好きです。日和の手巻き寿司は何が好きなんですか？でも納豆。納豆。魚じゃないんです。魚じゃないんですよ。え、あの引き割りタイプですか？いや、あのお豆の納豆です。あ、そう、あですね。私もお豆の納豆ですか？同じですね。お年玉はもらえます？はい、いただきます。どういう使い道ですか？ちょっと貯めて、お正月前って福袋とかにあるよね、なんとかセットとかが出るので、それを買ったりとか、お洋服とかそれで買うとお得だし。費用は？私はなんか3分の2くらいが貯金で、おーおー、ちゃんと貯金して、で3分の1は自分のお財布に詰めて、あ、ちょっとずつ使っていきます。ハトポヤも。ハトポヤ。ハトポヤ。うん、ハトポーぐらいかも。うん、うん、やったー、やったー、お疲れ様でした。本当に嬉しかったね、2人で
ちょうど1年だっけ、ニコプチンがモデルになってちょうど1年で2人で表紙がいって、もう本当にマジで嬉しいです。これからもよろしくね。私は今回初めて表紙をさせていただいたんですけど、日和と二人で表紙ですごい安心して表紙の撮影もできたので感謝です。ありがとうございました。ありがとうございます。みんなもぜひチェックしてね。チェックしてね。良いお年を。